どうも一です今日はですね Mavic Air2 のですね完全セットアップ版ということでお届けしたいなと思うんですけども、まあ、これを見ればですね、まあ、アクティベーションのやり方とか、まあ、組み立て方とかですねもう離陸までの全てがですね全部自分でわかると思いますので最後までお付き合いいただければなと思いますもしわからないことがあればですね是非コメント欄とかでご質問いただければできる限りお答えしていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします はい。ということでですね、今回はマビックエア2のですね、完全セットアップ版ということでお届けしたいんですけども、えー、まずですね、開封が終わりましたらですね、もう必要な道具だけ今ここに並べてます。で、まず紹介するとですね、えー、バッテリーを充電するためのですね、AC セットがこの2つになります。で、ちょっとまあ見ていくとですね、まあ、こんな感じで、ここにですね、こういうふうに差し込み口があるので、これをですね、こうやって差し込んで、 であとはこれをですね、コンセントに差し込むだけになります。で、えー、充電の仕方なんですけども、まずですね、えー、これをこうやって横に開いてもらってですね、でこのこれがバッテリーになるんですね。でこれを押しながら、ここのつまみをですね、横にこうやってしっかり押しながらカチャッと開きます。でここがですね、えー、充電するところになるので、こっち側、金色のですね、ちょっと金属出てますけども、これをここに、 こうやってですすねはめるだけになりますでこれでもうコンセントにつないでたらですね、えー、充電が始まるような感じになりますでもちろんですねこっちのリモコンの方も、えー、充電していかないといけないんですけどもこっちの充電の方はですねこの USB-C ケーブルこういう形のやつですねこれがありますので、えー、これをですねこっちの USB をですねここに接続するところがありますここここの部分ですねでここに このように接続をしてそしてここの下にですね充電するところがあるのでこれも同じように差し込むするとこれで充電が開始されますで、まあ、ここのですねランプとかがこうやって光り始めたりするのでこれがですね点滅が終わるまでですね充電をしてもらってフル充電をまずしてくださいで今ですね、まあ、充電が全部終わりましてっていうところから始めますけども次にですね まずこのこいつのですね開き方っていうのをちょっとやっていきたいんですけどえさっきまあちょっとこの電源このバッテリーを外す時にですねちょっとやったんですけどまずはこうやって横に開いていきますでこれを裏返してこれを縦にこういうふうに開いていきますでこのままですねこれがですねあの基本姿勢基本姿勢って言ったらおかしいんですけどまあこの形が通常の状態になりますで今まだですねこれプロペラがついてません でプロペラをままずつけていきましょう。このようなですね、袋の中にプロペラが入ってますので、えー、まあ、こうやって開けていきます。でまずですね全部開け終わったらですね一番見てほしいところこのですねここの部分のですね丸いこっちのところですねここが灰色と黒に分かれてるんですね。で今これ今2セットが灰色になりますけど、えー、これは黒ですね。これも黒です分かりますかね 黒に分かれてます。で、これが一番重要で、灰色は灰色、黒は黒っていう感じなんですね。で、どこがどうなのかっていうとですね、ここの部分に実は灰色でですね、ちょっと線が入ってます。で、こっちはま黒っていうか何もないんですよね。なんでこの灰色は灰色同士でこうやってくっつけていくんですけども、えー、もうつけ方はまあ非常に簡単でですね、ここの穴にですね、差し込んで で押しながら回す、押しながら右に回すですね。で、取りたいときは押しながら左に回す。それで取れます。押しながら右ですね。で、同じように灰色は灰色で押しながら回す。で、黒は黒で押しながら回す。同じようにこっちもですね。で、これで一応ですね、えー、もうプロペラ もう付け終わってもうほぼほぼですねこれで飛べる準備っていうのはこの機体に関してはですね終わってますで次にですね、えー、このカメラカバーを外しますでこのカメラカバーですねこうやってちょっとこう硬いんですけど少しこうやって上に上げながらですねこうやって外していきますでこの辺にですねいろいろシールとか貼られたりとかしてるんでその辺はもう全部剥がしてもらっていいですこの辺もですねちょっとこうシールが ついてたりするんですけどこういうのは全部もう剥がしてもらって大丈夫です今ですねこうやって広げた状態なんですけどもじゃあ閉じるとき、えー、持ち運んだりするときに、えー、閉じないといけないんですけどさっきとは逆でですね、えー、2回目に広げた方からですねこうやって折りたたんでいきますで、えー、最後この横の部分をこのようにですねなので広げるときはこっちが先なんですけど横に広げる方が先なんですけど、えー、閉じるときは こっちの縦に折る方が先になります。で、まあ機体のセットアップはですね、こんな感じになります。次にですね、このプロポのセットアップなんですけども、まずもうはめたいですよね、このスマホをですね。で、どこにはめるかというと、ここをですね、この黒いとこ、ここをガチャンと開けると開きます。で、今これ線もつながってるんですけども、もうここにこれをですね、このようにガチャンと、 はめますで iPhone ならもうこのままですねそのまま挿しますて、えー、これであとはですねアプリを立ち上げてっていう感じになるんですけども、えー、ここで一つ注意がですね例えば Android の場合 Android の場合はですねこのように USB-C ケーブルのやつが入ってますのでそれをですねここの部分をつなぎ替えれば、えー、Android でもですねもちろんつながりますので、えー、そこだけちょっと注意してもらいたいなと思います。 ではですね、一応ここまででリモコンとですね、機体のセットアップは終わりになるんですが、ここからはですね、実際にアプリでですね、この機体をアクティベーションをかけていきたいなと思います。でまずアプリ DJI Fly をですね、撮っていただいて、こういう風な画面がですね、出てくると思います。で、今ここに機体を接続ってあるんですけども、まずこの機体の電源を入れていきます。で電源の入れ方は、 1>, 1回押してもう2回目で長押しっていう感じです。はい、今度はですね同じようにこのプロポリモコンもですね電源入れていくんですけど同じようにこの電源ボタンをですね1回押してもう1回長押しこれでつながります。 で、次にですね、機体を接続っていうのがですね、ありまして、この Mavic Air 2はアクティベーションと出てきますので、これを同意しますを押します。アカウントの紐付けを確認ということで、ここでですね、ログインとか、登録、このアプリにですね、この DJI のアカウントに登録をしてない方はですね、登録をして、で、ログインしてない人はログインをしてください。で、そのままですね、アクティベーションのボタンを押します。 であとはですねもう待っておくだけなんですけどももう自動的にアクティベーションを開始して、えー、まあここにですね30秒ぐらいかかると書いてありますのでしばらく待ちましょうで、えー、完了になりましたのでこの完了ボタンを押しますそして、えー、もう実際にですねこの GoFly を押していきますすると今このようにですね、えー、映像がですね出てます見えますかね えー、こんな感じでですね映像が見えてますで今ですねこの「バッテリーファー」って書いてありますけどこの上の部分ここを押してくださいするとですね「機体6状態機体ファームウェアを更新してください」とありますので、えー、戻ってですねこの矢印ボタンを押しますでこのですねファームウェアを更新しないといけないのでまずこの「プロフィール」のボタンを押しますするとこの右下の方に設定が出てきますので設定を押します で、えー、ファームウェアの更新を確認っていうのをですね、えー、押します。で、新しいファームウェア更新がありますと書いてありますので、更新を押します。で、えー、これも更新ですね。はい、えー、そしたらですね、ファームウェアの更新も終わりまして、あとはですね、このゴーフライを押して、そして飛ばしていくだけになります。で、まあ、アプリのですね、まあ、簡単な使い方から言うとですね、 えー、ここのボタンこの真ん中のですね右のボタンこれを押すと、えー、いろいろですね写真だっだっったたりり動画使えますあとはですね、えー、飛び立つ時なんですけども、えー、この左のボタンここですね押して、えー、これをですね長押しすると離陸します。で逆にですね、えー、今度は離陸した状態でまたこのボタンを押したらですね、えー、また長押しすると着陸っていう感じになりますので。 もうこれでですね、えー、ドローンライフが楽しめるということになりますので、えー、まあ他にですねちょっと僕が説明し足りない部分があるかもしれないんですけどももしそういったわからない部分ありましたら、えー、コメント欄でですねご意見ご感想お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでですね今日はマビックエア2のですね完全セットアップ版をお届けしましたので明日以降ですね、えー、いろいろ飛ばした映像 8K のハイパーラプスなんかもですね 試していきたいなと思いますのでぜひチャンネル登録していただいてですね、えー、次の動画もお楽しみいただければなと思いますではバイバイ